間違いのない楽器の選び方をお伝えする弦楽器サラサーテの北見です。本日ご紹介いたしますのは、以前にもご紹介何度もご紹介しておりますが、イタリアに在住しております日本人制作家宮川賢治氏のバイオリン、今回はガルネリ・デルジェスのモデルで作られてきましたが、宮川さんの言葉を借りれば、以前から研究しております古い楽器の内部構造、それらの研究を一段と進めたものと、言われておりました。音についてはやはり宮川さんの狙いがきちんと出ているのではないかと思います。新作楽器、出来たての新作楽器とは思えない雰囲気の音が出ているのではないかと思います。その辺はぜひ皆さんも実際に試奏にてお確かめいただきたいと思います。